皆さんこんにちは。菊池優香、小学校6年生、12歳です。よろしくお願いします。優香は高学年になってから辛いものが前よりも食べられるようになって、最近韓国料理にハマっているんですよ。で、ここから、すすきのまで歩いていったら、吉野家の隣に小さな韓国料理屋さんのマシッタっていうお店があるんですけど、行ったことあるよって方いますか？お、まだいない。実はトッポギ、ゆうかはいつもトッポギとチキンを食べてるんですけど、もう本当にちょっとちっちゃいお店で、この壁のところに小さな小窓があって、頼んだ商品が出てくるときに猫の手が出てきて商品をくれるんですよ。で、猫ちゃんとじゃんけんをして買ったら韓国の飴がもらえるんです。すっごく美味しいので、皆さんもこの後ぜひ行ってみてください。それでは聞いてください。奇跡。ありがとうございました。